特別回です。最近最低変更で何かと話題のこのカード、コードキングモーツァルト、非自然闇の11コスト、キングコマンドドラゴンアンノン、パワーが17000、トリプルブレイカーで、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時ドラゴン以外を全て破壊する、相手のドラゴンはアタックできない。以前までは素出しがやや難しいことからめくり用のロマンとして採用されることが多かったこちらのカード、魂度の登場により突如界隈に電撃が走ります。具体的に何があったのかというと、このドラゴン以外という記述、ありとあらゆるカードに適用されるようになりました。具体的にはこうです。相手はレンドラ系の敵か。一応超英雄タイムは警戒した方がいいな。じゃあグランドゼロ2枚目展開します。ゴンパドゥで下に入れてターン終了。これで仮に英雄を持たれていても片方が起動できる。で余るから革命ゼロトリガーケアも万全だ。じゃあ響召喚バトライバー装備、アタックするとき1枚めくります。あ、モーツァルトで。グランドゼロはドラゴンではないので全破壊で。という話です。だからって環境で使われるかと言われたら怪しいのですが、すごいことが起きると覚えておいてください。皆さんはこの裁定についてどう思いますか？破壊といえばクリーチャーみたいな感じでしたが、新ギミックとともにたびたび裁定が変わっていくのもデュエルマスターズの醍醐味ですね。はい、ということで参考になったり面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。